ねえ君それ何見てんの何を慌てて隠してんのあたしに見られたらまずいもん見てたわけ何でもないなら見せてよ別に何もやましいことないんでしょ関係あるってあたしら恋人じゃん恋人なのにお前には関係ないとかひどくないいいから見せてよ早く えねえこれどういうこと私に書に隠れて他の女と LINE のやり取りしてたわけさっきまでの君めっちゃ嬉しそうな顔してたけどやっぱそういうことだったんだ内容を見たらまるで恋人同士のやり取りじゃん何言い訳する気内容を見たら一目瞭然なんだけどは何それ 浮気認めたってことだよねふざけないでよあたしは本気で君のこと好きなのにねえ許してくださいもう浮気はしませんって言ってよあたし本気で怒ってんだけど君に浮気されるなんて思ってなかったし苦しいって 私はもっと苦しいんだけど、それくらい分かってはなんて聞こえなかったからもう一回。ほら、少し力緩めたから言えるでしょちゃんと言って。分かった。とりあえず今回は許す。でも次やったら本当に許さないからね。次はこの程度じゃ済まないから。 覚えといてほらスマホ私以外の女の連絡先全部消したからは当たり前でしょ私以外の女とやり取りする必要ある妹だけは許したから別にいいじゃんねえちゃんと反省してる私 君が他の女と連絡取れなくなってんのが悲しくて泣いてるように見えるんだけど。ふー、うん。まあとりあえず信じるけどさ。新しく連絡先作ったらダメだからね。これからは毎日スマホチェックするから、連絡先はもちろん、検索の履歴も全部確認させてもらう。だから、何回言わせんのそんなの当たり前でしょ私。 君のこと本気で好きだから好きな人のことちゃんと見るのは当然でしょ違うんわかったんならいいけど私だって本当はこんな風に怒りたくないんだよ。もっと君に優しくしたいって思ってるし君は普通に私のこと好きでいてくれればいいの。変に疑われるような行動を取らなきゃいいんだって簡単でしょ そういういこと。分かってんじゃんそれじゃあ私シャワー浴びてくるからくれぐれも変なことは考えないでよ私に隠し事はできないってことちゃんと覚えといてね